どうもこんちはでみこでーすはですいいや今日はねねすよう、うんでも、ね、風い,風い,いや朝ちょっと曇ってたんだけどんで途中からカーッと晴れてきてねうんいい感じと思っていやでもね寒いっすよやっぱり、ね、部屋の中も寒いっちゅうのに、ね、またね昨日の夜川がね出ましてねうんまあ同じやつだと思うんですけどあの その前の日ちょっと取り逃がしたもんですからえー、えー、ええー、え出ましてねでもねなんかしんないけど刺されなかったうんなんかねあのクッションのところにプッと止まっててあこの野郎と思って潰そうと思ったんだけどちょっとクッションの上なんでちょっとためらいましてでためらったらね失敗しましてでまた逃げてでまたクッションの上に止まったんですけどまたためらいましてあい,い逃げられましたね今日の夜も出てくるのかなあれやだな出てきたらうんまあいいやしゃあねえ 刺せるもんなら刺してみおでこ3箇所か所刺されてるい私私今 <laughs> おでこ3か所ですよでこめかみに1か所ねで昨日も言ったけどここ刺されたっちってね昨日か前回の動画でね言ったけどここも刺されてまだかいんだわあまあまあここもほら残ってんだよねいっぱい刺されてんだよって刺されまくりだよかにはさアレルギーとかないのかねうんいやある人がいると思うんですけどまあいいやそんな話はねいいですよもうそんな話はねはい次 次っていうか今日何日何日目 ?10 日目おおおきましたとうとう10日目でございます。はい、というわけでね今日はねこちらをやっていこうと思いますよ10日目でございます。はいクロスがね9つ並んでるやつなんですけどこれをスクエアでやるとどうなるかもうね全然雰囲気違いますね何やってるか分かんないって感じ。うんあのパッと見もね何やってっか分かんないっていう感じに私には見えるんですけどまあでもやってみました。はいこんな感じ はい、でこんな感じですよちょっとちょっとねちょっとさなんかやっぱりここの角っこにつけるからまともにクロスにちゃんとな,ならないここはなるけどさ普通にさねやってんのと一緒だからこれずれんだよねやっぱりピ干ャねほいでまたここにポチポチポチとポチポチポチってポチポチがどうしてもあるからなんか妙にさで真ん中塗りつぶしてりる状態でしょちょっとさ。 うん、まあでもやりますわ。ねやるって言ったからやるよ。ね、はい、やるって言ったからやりますよ。うんまあまあ、別に可愛くないとは言わないけどなんかねななんか、うん、まあいいや、はい、とりあえずいいいやりまーす、はい、<laughs> やりますよ。やります。やるって言ったんだから最後までちゃんとね、はい、やりますよ。はい、でね新しい糸、ね、買ってきた方に入りましたけど。 なんかねやっぱり色がねむっちゃ濃い感じがするんだよねまあまあ編んだら分かるんだけどねなんかむっちゃ濃い気がするんだよね気のせいかなと思いつつ多分気のせいじゃないと思うんだけどまあいいやちょっといや編みますよはいはいはいじゃあ最初ははいああ最初のいつものお言葉ですはいあのー、決まり文句ですねモザイク編みは基本的にモザイク編みの時に細編みといったら細編みはすべて筋編みですはい筋編みです はい、で長編みといったらすあの細編みの細編みっいうかね細編みだけじゃないですけどうーん基本的に筋編みしてるわけですから長編みも筋編みしてるんですけれどもその前前段の残った筋のとこに引っ掛けて編むのがモザイカみでいうところの長編みでございますんで、はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあ始めていいと思います、はい、では作り目です。作り目は4目はのの細編みの 四角い作り目です。はい、じゃあまず一つ細編みをします。はい、一つ細編みをして、鎖編み二つの角、角、これを四回繰り返します。角、角、三つ目角、角、四つ目角、角。はい、こんな感じですね。で、これでビョッと引っ張って、グッと引っ張って、キュッとなるまで。 で、そしたら今回はそのまま続けていく感じでやっていきます。はい。ね、続けていくか続けていかないかはね、あの閉じるときはこれ真ん中独立してるときですね。四角く真ん中が独立してるときです。今回は繋がっているのでそのままつなげていきます。はい。じゃあ最初に編んだ細編みの頭に、はい。はい、針をぶしぶっ刺して、はい、ぶ刺ぶっ刺して、ぶっ刺して、はい。で、次の色を 入れていきます、はい、ますあでもね,私ね、基本的に、ね、ここまで見てる人はねずっとね、編もうと思ってね全然前回からずっと見てる人だと思うので、ね、基本的にはね、うん、基本的にはそう思ってるんだけどまあまあでもいや全部い一応言いますわね全部言いますわね。はい、で立ち上がったら立ち上がっただけですぐお隣の目に入れます。立ち上がっただけの目は最後に細編みもしくは長編みを入れることになるのでとりあえず最初は放置。 はい、で細編みを1つしたら鎖編みを2つ、はい、でそしたらここ一辺に3目ありますから1つ1つに細編みをすじ編みで入れていきます。やもさすがにあれじゃないですかこう毎日毎日っちゅうかこう毎回毎回こうこう見てくださっている方はさすがにあれじゃないですか。 どれぐらい残ってるかなっていう話なんですけど私からするとでどれぐらいここまで残って皆さんコンスタントに見てるのかしらなんて思うんですけれどもまあねシリーズものっていうのはね大体ねあれですからあの最初が一番あの見る人多くてその後どん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 ,どんあ,のあれですからね視聴,視聴数っていうんですか、あのー、減ってきますから、はい、どれぐらいの残方が残ってるか分かりませんがはい。 はい、で、はい。じゃあ、ここまで編んできました。最後ね、ここ立ち上がったところですね。立ち上がったところに最後の目を入れてあげます。細編みなので、はい。ここの白い糸、ね、白い糸が出てる根元のところですね。根元、さらに奥、ここですね。根元っちなここですね。ここ、出てますわ。ね、白いのはここから出てます。ここにブスッと刺します。はい。で ちょっと引っ張ってあげてこれをね引き上げながら次また編んでいくのでで私はねちょっと考えましたはいいちいちね針でね糸処理面倒なんでこいつ入れてちゃいますはい、入れていくことにしましたなんかボヨンとなるかなと思ってなんかね、えー、ちょっとどうかなと思ったんだけどまあまあまあ入れていくことにしますここねでねこうとにギュッと引っ張ってギュッと引っ張ってはい これで、えっと、全ての目に目が,あ、えー、っと目が入りました。そしたら次お隣に刺します。お隣の頭に刺します。ね、この目はもう完成しましたからお隣に刺して。はい、で、色変えて。はい、で、こいつ連れてくっつったよね,ちね、はい。で、こいつを引き抜きます。引き抜いて立ち上がる。はい、引き抜いて立ち上がりました。そしたら今言ったようにここには。 ここ最後に目を入れていくので最初は立ち上がっただけですぐお隣の目に移動しますで細編みをしてカ角、ドカッドはいでこれは毎段一緒ですね立ち上がってすぐ隣の目に行って細編みをしたら鎖目鎖編みを2つこれはもう常に一緒ですこの段,、えー、と毎段同じことしますはいじゃあここどうするかっていうとはいここは1つ細編みをします 1> 1つ細編みをしたら、はい、長編みを入れます長編み123と筋がついてるところの一番右ですね。ここに引っ掛けて長編み。はい、で次真ん中は細編み。はい次も長編みですね。123番目ですね。3番目の筋に引っ掛けて長編み。で最後に細編みを1つ入れて

角,角ほらなんか濃い気しないなんかすっごい濃い気がするんだけどしかもなんか毛糸まあ太,太くはないけどなんか太くはないか大丈夫かまあいやブツブツ言ってますがはいじゃあこんな感じでこの段やっていきますねはい1つ細編みまあ1個ずつですわね1個ずつ入れていけばいいってことですはい。 はいここ、えー、と最後の辺のところを、えー、と細編み入れましたで最後はこの立ち上がったところですね立ち上がったところには長編みを入れ込むところなのでここはちょっとギュッと締めて上にかぶせるように一番端っこの筋に引っ掛けて長編みを編みますで最後の一抜きをする時に次の糸を引っ掛けてあげて持ち上げてあげますねはいはいこんな感じです ははいいカーパッカーしてますすけど大丈夫です、はい、で次の糸持って次3段目じゃなくて4段目はいこれで3段目すでに終わってますんでねはい4段目お隣の目ですねお隣の目ねここのえっと3段目で一番最初に細編みを編み入れたとこですねここの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がるあれあれれれここだ立ち上がるはい左辺左線、はいで立ち上がったら すぐにお隣はいお隣の目にはい細編みを入れてカッドカッドはいこんな感じですはいじゃあここのここはどうするのあはいわかりましたはいここはどうするか中と,いうと一つ細編みをしますはい一つ細編みをしたら一つ長編みをしますね端っこにこれありますから筋がねここのポッチンところに筋があるんで前々段のこのね 編んだところの筋がここ出てますから探してはい、長編みを入れるそしたら3つ細編みです1、2、3と細編みをしてそしたらまた長編みを1つ入れてはい、で最後に細編みを1つ入れて角、角、はい、もう一度はい、<laughs> もう一度やりますね 一つ細編み一つ長編みはいで3つ細編み1、えー、余計なのが、はい、出てきました23で細編みしたら一つ長編み最後に細編み一つで角角はい。 こういう形ですねここをねクロスにしますからね真ん中のとこねはいはいじゃあ四段目はこんな感じで編んでいきますはいここに細編みを三つ入れてきましたで細編みを三つ入れたら次 立ち上がったところに長編みをかぶせるように最後入れます。はい、で最後、ね、と抜く時にこいつをね持ってきてあげて最後の一抜きをしますね。はい、でちょっと引っ張ってはいで次がこっちかこっちでいいんだね。はい で、そしたらお隣の目に針を入れて引き抜き抜ます。立ち上がりますはい。引き抜いて立ち上がったらすぐお隣の目に移動して細編み1つの角角、はい。じゃあ次どうするか。はい。次3つ細編みをします。123と細編みをしたら1つ長編みを入れます。はい はい、で、真ん中1つ細編みでまた長編みで細編み3つ123で角角うーん濃いな, <laughs> なんかずいぶんふかふかしてる感じがするんだけど糸がまあいいやはいねこんな感じですここここに同じところに長編み 前,前段の長編みのところに長編みを入れてあげる感じですねはい、はい、細編み3つ3つで長編みはい、で細編み長編みで細編み こ細みなんやねんな,なこれ。ちょっと待って、なにこれ。結ばってるの？あら、ちょっとどうしましょう。やめてよこういうの。結ばってるわよ。どうしたらいいのこういうのって。あらやだ。ちえっとこれ通してあげると仕舞えどうなるかしら。代表なんかしら。え、え、ちょっと待ってね。えっとととと。はお時計ない。うん、ちょっと待って。えー ちょっとしかないじゃ、ね、やめてほしい,いね、こういうのねち、ちょっと、あんたの途中で結べってううことよ聞きじた、聞きじたもう, <laughs> もう、こうやって、こうやって、はい、はい、大丈夫です、解消しましたはい、慌てるなっちゅうの、はい、はい、じゃあここでね、細編みを三つですねはい、何事もなかったかのように進んでいきますよはい、で、角、角はい、こんな感じ、こんな感じではい、やっていきます、はい はい長編編編みみを入れたた後の細ままで編んでんきましたそしたらここは細編みを入れるとこなので一番最初にやったのと同じですねこの糸が出てきてる根元ブスッとまずここに入れたらこうねこれは見やすいねここから出てきてるからここにぐさっと刺して次の糸を引っ掛けつつはい細編みを編み入れます。でギュッと引っ張ってギュッと引っ張ってはいこんな感じですね。はいとりあえず えー、5段目まで編みました。次、はい、お隣に針を入れて糸を変えて引き抜いて立ち上がる。はい。で、立ち上がったらさらにお隣の目に入れて細編みを編んで角角。はい。で、じゃあ6段目。はい。6段目どうやるかっていうと、えっ、ー、と何個だ。1,2, 差し5個か。5個細編みしますね。1,2 三、四、五。はい。五個細編みをして、この真ん中のところに一つ下ろします。はい。長編みですね。で、また五個細編み。はい。二、三、四、五。で、 角角はいここんんな感じですこれ真ん中だけですわ下ろすのだからねそんなにね数えなくたって別にね難しいことはないですよ。はいあ4 5ときたら真ん中に長編みはい、ね、これだけですからはいこれだけですからじゃあこんな感じでこの6段目をねちゃちゃちゃっといきたいと思います。はい はい、でここ中心の次から123と細編みをしてきたところでここの立ち上がったところにぶつかりましたはいでここも細編みをするので先と同じように出てきた目に入れてグッと上げてブスッと、はい、穴に刺しますで次の糸を持ち上げながら細編みをしてギュッと絞るとはい、はい、でこれで6段目まで編めました次7段目 隣の目に針を入れて、引き抜いて、立ち上がる。はい。立ち上がりましたら、すぐお隣の目に針を入れて、細編みを一つ編んで、角、角。はい。じゃあ、この段をどうするのかって言いますと、まず、三つ細編みをします。一、二、三。はい。で、長編みをします。 はい、はい、こんな感じですねちょうどこの前段前前段かねここに12345って目があるんですけどこの真ん中に入る感じですねはいでそしたら5つ細編み12345はいでそしたらここのところに 長編み。はい。で3つ細編みですね。1、2、3。で、ードはい、こんな感じです。もう一回やります。1、2、3と3つを細編みして、3つ細編みしたら、1つ長編み。はい。で5つ、5個細編みしますね。2、 四はい五で長編みはいで三つ細編み一二三でカードカードはいこんな感じですちょうどこの四角になっているところのここの真ん中に下ろす感じですねはい。 はいじゃあこんな感じで七段目を編んでいきます <music> はい最後のところですね最後のところ一つ長編みを入れたら一つ細編みをしたところで次が立ち上がったところに来てますはい立ち上がったところに細編みを入れるので同じように穴にぶち込みますはいで。 かけて。はい、細編みを一つ入れます。はい、こんな感じですね。うん。なんちゅうのかな？あんまり可愛くないよね。これ <laughs> ここまであんまり可愛くない。てかくどい感じがね。もうすでにくどいんですけど、これがはいまあいいや。<laughs> はい。次8段目、お隣の目に入れて引き抜きます。立ち上がってはい。 で、お隣、さらにお隣の目に入れて、細編みを一つしたら、角、角。はい。次。一つ細編みをします。はい。そしたら一つ長編み。一番端っこのとこですね。ここにね、1、2、3って3つ筋があると思うんで。 筋がないいとおかしいんだけれども3つ目3つ目三て目とか一番最初で、ね、一番端っこのとこねここに入れて長編みを一つしますはいでそしたら5つ細編み1二三4五で真ん中に来ると思いますはいでそしたら真ん中につなげてあげますはいでまた12345よはい1二三 5でそしたら前々段の一番端っこのとこに来てると思うので一番端っこの筋を拾って長編み。はいで角に細編みを編んで角角はいはいもう一度、はい、一つ細編み一つ長編みはい長編み。 5個細編み。2、3、4、5。はい。で、真ん中に、あれ ?5 個細編みって言った私。細編みね。はい。で、真ん中に長編み1つ。で、また5個細編み。2、3、4、5。はい。で、長編み。 で一つ細編みをしてカードカードはい8段目はこんな感じで下ろしていきますはいじゃあいきますねはいここで8段目ここはここがさクロスにちゃんとこうなんだろうもう一生懸命を引っ張るしかないのかしらと思いつつもまあまあまあでもねそういったってねあの あ,のあれですからスクエアでモチーフで編んでるわけですからそんなこともあらわなっていうことでねうんうんうんはいはい,いはい五、はい、5つ細編みを編んできましたはい5つ細編みを編んできたので次がここね立ち上がったとこですここの目は長編みを入れるところなので最後かぶせるように長編みを入れます で最後忘れないようにこれ持ち上げてあげて、はい、で最後の1引き、はい、でギュッと引っ張って次の糸のやつをね次の糸の方をギュッと引っ張るですよ。はい、でそしたら隣の目に、はい、入れて引き抜いて立ち上がる。はい、でさらにお隣の目に移動して細編み1つで角カ角ドカド。 こんな感じになります。はいで、次どうするか？次細編み1つあちょっと待って何段目これ8段9段目はい。9段目です。細編み1つはい。長編み1つ。はい、同じですね。端っこの筋を拾います。はいで！細編み1つ長編み1つ。 細編み3つ、2、3、はい。で、長編み1つ、細編み1つ、長編み1つ、細編み3つ、1、2、3、はい。で、長編み1つ、 細編み一つ、長編み一つ。はい。で、最後の細編みで、角、角。はい。ここは、ここがクロス、クロス、クロスのようなんですね。ちょっとずれてっけど、角っこだからずれてっけど、これがクロスなんです。それを囲ってあげる感じですね。なので、 細編みをすぐしたら、えっと、長編みをすぐ入れて、細編み長編みで、ポンポンポンと細編みをして、ね、こんな感じになります。もう一度やります。はい。細編み一つ。はい。で、長編み一つ。はい。で、細編み一つ、長編み一つ。はい。これで端っこのクロスの部分が囲われました。そしたら、 3つ細編みを3つ入れて真ん中のクロスを囲ってあげます。長編み1細編み1長編編編みみみ細でそしたらまた細編みを3つ。で長編み,編み1つ。細編み1つ。長編み。 長編み1つで細編みを最後に1つ入れて角角はいこんな感じですねなんか色がすんげえはっきりしてんねだいぶさ違くないだいぶ違うよねうんこことここが同じまあいいや <laughs> 後で見よう後でねはい、はい、じゃあこれでこの 9段目を編んでいこうと思います。はい、でここ、えー、と長編みを編んだあと1つ細編みを入れてます。で細編みのあと最後立ち上がったところここは長編みを入れるとこなのでかぶせるように最後に長編みを入れます。はい で忘れないように引っ掛けて、はい、はいこんな感じですね。うん、<laughs> だいぶう濃いな。はい、次10段目です。はい引き抜いて立ち上がる、はい立ち上がったらさらに隣の目で細編み、角角、はい。じゃあ次どうするか。 一つ細編みを編み。おいよいよよよ。一つ細編みを編みます。で、長編み一つ。はい。はい。で、そしたら、三つ細編み。一、二、三、三つ細編みしました。次三つ長編みです。長編みを三つ入れます。一、二、 3はいで細編みを3つ123はいで長編みをまた3つ123はいで細編みを3つ123で3 端っこに長編みを入れて一番最後に細編み1つの角角、はい、こんな感じですねこんな感じになります1つ長編み入れて細編み細編み細編みで3つ長編みを入れて細編み細編み細編み3つ長編みを入れて細編み細編み細編みこんな感じになりますはい。もう一度はい、細編みを1つしたら長編みを1つ入れて はい、細編みを3つここからはもう3つずつの繰り返しですね。3つ、つ長編み3つはい長編み3つで細編み3つ。はい長編み3つ。 細編み3つ1、2、3で、長編み1つ細編み1つはい、で、角、角はい、ほうなんか、ま、マジガチャガチャしてる感じすっけどそうでもないなんかね、本当にね自分の目で直接見てるのとこれとカメラを通して見るのとなんかちょっと違うんだよね、やっぱね うんなんか違う感じはいじゃあこんな感じで10段目をやっていきますはい3つ長編みをした後三3つ細編みを入れてきましたで最後のこの立ち上がったところね立ち上がったところもここをまた長編み入れるところなのでかぶせるように。 長編みを入れます。はい、スジをちゃんと見つけてくださいね。はい、引っ張り上げて、最後一引き。はい、はい。でこれで白の糸はここで終了です。なのでちょん切って、はい、閉じまーす。ね、これ前回私閉じてんけどさ、なんで閉じるのっていうね。これはね、もうね、最後のこの枠をきれいにするためです。はい、そのためだけに閉じてます。はい。 はいじゃあどうするのかっていうとここの隣左側にある細編みの頭に新しい頭を作るためなのでさらに先の、えー、と鎖編みしたところに針を入れて鎖目の閉じ方ですねこれで閉じますはいでそしたら左側にもう一度流して目を整えて さらにもうちょい流して。あとはえー、なんだ。編みくるんでいくっていう話ですね。はい。はいで、そしたら。今作ってあげた頭ですね。ここの向こう側を拾います。はい、なんならこれ2本で拾ってもいいですよね,ね。これ今作ってあげたやつ。2本で拾ってもよろしい。 2、はい、本っていうのはでしょ筋編み編むように取りつつですよ向こう側2本で取ってもよろしいってことですよ。はい、でこれで立ち上がります、はい。立ち上がったらお隣の目に行ってはいお隣の目に行って引き抜きます。はい、で角角。角はい、でこれ11段目最後の段です。最後の段はひたすら細編みです。はい、ひたすら細編みなのであとはもうあの優雅にえー。 くままにゆったりと、はい、細編みをしていただければいいかなと思います。じゃあこれで一周していこうと思います。はい。 最後の目まで細編みを入れてきました。そしたらここのね立ち上がったところここも細編みで終了なのでグッと入れてあげてグッと根元に入れてあげてはい最後の細編みを編み入れますはいこれで終了でございますねはいじゃあちょん切りますでちょんぎって。 ででそしたたらさっっきやったのと一緒ですね最後のこの細編み一番左端の細編みの頭に新しい頭を作ってあげるのでさらに先の鎖編みのところに針を入れて糸を通して、はい、出てきたところに戻すはい2本取ってくださいね2本2本でございますはいで入れたら。 形を整えつつ、左に戻します。戻して、目を整えて、安定させたら。はい。糸処理。はい。ああ、ちょこちょこっと今、できましたけどね。まあ、いいや、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、とりあえず、これ、糸処理しないで、ね、糸処理しますよと。はい。はい。おいで。あれ、ちょっと途中で抜けたい?。どこいった?。あ、ここにいるわ。はい、はい。いうと。 やっぱりすぎないようにね、はい、もうちょっと入れたいからじゃあチャカチャカチャカとチャカチャチャ入れてはいで通して,入ってとはいはいこんな感じですねはいじゃあちょっとねバッツッバッツッと切ってちょん切ってはい はい、できましたさあどんな感じかなできましたよはいさあサイズ的にはどうなんなんかちょっとちっちゃいちっちゃいまあゴリチすでに引っ張ってかちょっと引っ張りますわねまた引っ張ってちょっと引っ張ってそしたらどうよああまあ大体いい同じです大体いい同じはい大丈夫同じはい同じということにしといてくださいはいというわけでできましたでねあのー、い,い,いいんですけど いいんですけどなんかむっちゃ色濃いよねやっぱりねこれね多分なんですけどここの部分とここの部分が同じなんですよでねこの緑の濃い感じのところこれがねここだと思うのねでこのちょっとこのこれがま,まあまあまあこの辺じゃないのって思うんだけど違うんかいなねえ違うんかな DMC さんよ。ねだいぶ <laughs> お色が違う。まあ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 でもいいです。はいしょうがないです。ロットが違いますから。はい、ロットが違う。だけどだいぶ本当にこれ何が違うのってこっちはさ白い糸混じってるってうか染み切ってないみたいな感じじゃないなんかこっち完全に染まってるみたいな。 まあちょっとほんのりありりますよほんのりあるけど、うん、まあいいや比べようはいはいじゃあえっ、ー、と元ネタと比べまするはいこんな感じですねはい今日はこれを編んだらこうなったっていう <laughs> だいぶ違うなあって感じしますよねなんかだいぶ違いますねうーん,うーんだいぶ違うまあまあでもモチーフの一つですから。 ね、モチーフの一つっていうことにつなげていけばね別にねうんなんかそんな感じでまあやってるわけだしねなんだかんだ言ってまあ思った思ったようなっちゅうかまあ可愛くないからもうたっこいいんだああすいませんブツ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 言ってすいませんはいはいまあこんな感じで出来上がりましたまあでも私はねうんあの悪くないとは思いますはいこ,これがなきゃないなってちょっと思ったりするねここはいいけどさねここはね ここ本当はね、潰れるけど、ここどうしても空いちゃうじゃないですか。これいいっすよね、ここ、角っこは。こいつね、やっぱりね、ここ潰したい。まあまあまあ、いいです。なんかごちゃごちゃした感じですが、一応やってみました。はい、いかがでしたでしょうか。はい。はい。というわけで、10日目、こんな感じで終わってまいりました。またね、あのー、次、11日、11日目。あー、これね、あ、そう,そう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 。で、これ11日目、これになるんですけど、これね、ちょっとね、 ちょっと考えました、はい、真ん中は真っ白るじゃないですかちょっと考えましたはいなのでまあこれ、まあ、次回ねこれやっとこうと思いますよはいというわけでございますはいいかがでしたでしょうかというわけでね本日もねあのー、懲りずにね10日目までお付き合いいただきまして、えー、いただいた皆様、えー、とありがとうございますということでまた次11日目でお会いしましょうということでね本日はここまでではさよなら いやマジさちょっとさ小すぎじゃねちょっといやいや買う時にねこれ見てってねいやどう考えても前のよりこいよなーっつってさ見て分かんじゃんでもさ棚に置いたのってさ大体全部同じロットなわけなんですよね同じロットなわけなんですよねこれ新しいやつだこれがね新しいやつ買ってあじゃえおまけ <laughs> そうでこれねこっちは新しいやつよね で前のやつこんな感じよなんかさあまあ、全然違くねまあこっちの方がまだ近いかなでもなんか濃いなやっぱりな濃い気がする本当にまあまあそんなにしょうがないとは思ってるんだけどまあロットは違うのはしょうがないうんしょうがない置いといてはいいいんですけど <laughs> あのね <laughs> 今日,今日昨日今日とねあのうちの家事がようやくまた動き始めましてうちの家事も遅いんですよまあ私もギリギリですって言われてうちの家事もギリギリなんですねようやくバカンスのあー向こうで乗る車の予約をしたんですよ、ね、今日の朝今日の朝うんそうそうそう今日の朝は予約をしてで宿はまだ全然予約してないんですけど宿なんてこっちはね別に普通に適当なんであのー。 まあ明日明日も無理かまあまあまあでも週末までに予約すればいいかなみたいな出発がえっと木曜日なんでねで飛行機で行くわけなんですけれどもえー、っとね最近ね飛行場のね夢を見たんですうんあのー、皆さんこういうことありません遠足とかでも何でもいいんですけど旅行行く時とかに 遅れちゃいけないっていうなんか気持ちがあって飛行機に乗り遅れる夢だったりとか電車に乗り遅れ,れる夢とかね空港に行かなきゃいけないのに電車に乗れない夢とかなんかそんなのむっちゃ見たりしません私も割と見るんすよ、うん、割と見るんすけどこの前のね飛行機の夢はひどかったね、うん、何かっちゅうとですね別にね飛行機に乗り遅れるのどうのこうのとかっていう話以前の問題ですはそ,そんな話じゃないんです。はい、ひどかかったなんかね 空港に行くじゃないですかエールフランスの飛行機に乗ろうとしたんですよ。うん、でエールフランスの飛行機に乗ろうとしたら「君は乗れない」とか言われたわけ「なんで?」っつって別に全然時間間に合ってるしでそれで「何で乗れないんだ?」っていう話になったら「とにかく乗れないんだ」っていうわけでなんかねオーバーブッキングみたいなこと言われたのかなで えなんでつって、オーバーブッキングなわけねえだろっつって、オーバーブッキングだとお前たちの責任とか何とかしろよっていう話になるじゃないですか。あ、実際皆さん、あの、オーバーブッキングの経験ございますかはい。私はございます。私ございますけれども、はい。あの、何とかして乗せてもらいました。はい。乗せてもらったっていうか、えっと、オーバーブッキング自体はね、一回しかないんですけど、その時に、 あまあ、それはまた今度話話しますよオーバーバブキンの話は、ね、今日はその話じゃないんで。でえっとねそれでね、あのー、どうしたかっていうと交渉して乗せろっつったら「いやいやいや」っつって私だけじゃないんですよ乗れない人。なんか知んないけどいっぱいオーバーブッキングかなんか知らんけれども乗れない人がいてその飛行機に私だけじゃないからちょっと自分安心してるんですけどでも私はその飛行機に乗れない側の人になっちゃってでじゃあどうしたかっていうとですね飛行機会社航空会社がですね、まあ、エールフランスですよね夢の中でエールフランスだ たんですけど、じゃあね、お前たち乗せてやるって,って、だけどね、貨物室だっつわけよ。<laughs> 貨物室に乗れっつわけ。ね、あ、知ってる貨物室ってどうなってるか。まあ、本当に空洞、なので、小さい飛行機しか見たことないんだけど、大きいところは、まあまあ、見ればわかると思う。同じなんですけども。ガーッとね、もう下半分がこう空洞になってて、そこにガーッと入れていくわけですよね。うん。で、まあ、人間入れないことはないですよ。うん、人間入れないことはない。 うん、ないんだけど、でちゃんと空調も効いてるんでもちろん、うん、なので、えー、っと,ーな、えーっとー、なんだろう、凍っちゃうとかそういうことはないわけ。外気温がほら飛ぶとさ、マイナス50度とかになるでしょ、上空は。うん だけどそんなに冷えることないわけよ。だってそんなにちいち冷えてたらみんなのも、ね、持ってきた中に入ってる水物が全部凍っちゃうわけだからそんなわけないわけ。だから空調は効いてんのよだから入れないことはないんですよ実はね貨物室って。だってほら動物も入れるわけでしょあそこに。うん。貨物室に乗れってって。で貨物室ってさその飛行機自体が乗ろうと思ってた人飛行機自体がそんなに大きくない飛行機だったから兵社恐怖者なんですよ。<laughs> 私ね。 閉所恐怖症っていうか苦手なんですよ圧迫感のあるとかねだから閉所恐怖症だと思うんだけどそこに乗れってわけよ勘弁してくれよと、うん、私ね言ったらね飛行機も実はねでっかい飛行機いいけどねちっちゃい飛行機やっぱり苦手で揺れるとかそういうものよりもやっぱりねあの閉所恐怖症だっけな自分ってことは思い出しちゃうと本当に嫌になっちゃうのねでこの前はねなんかね日本から日本に行くときかな私パニック起こしそうになったのちょっと自分の中であのね息がねなんか なんか息苦しくて。 で息するのがちょっと苦しくなってきてでどういうことだろうと思って私息が吸えないって思い始めたらちょっとパニック起こしそうになってでも自分で何とか抑えたのね音楽聴きながら別のこと考えて息が吸えないっていう息苦しいっていうのを意識しないようにしてたのねでそれ意識するとパニック起こしそうになったからちこあの、ね、基本的にもうなんつうの閉鎖空間で逃げ場のないところで苦手なのねで最近飛行機もさちょい苦手になってきてるんだけどまあ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 でも怖いってほどじゃないし別に 大丈夫なんだけどで今回も乗ってくる飛行機はさうーんまあその夢で見たような小さい飛行機じゃないし小さいって言ったてそのよ100人乗りぐらいのタイプの飛行機ではないだけど今回は A の320って書いてあったかエアバスのね320なんでまあ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 乗り慣れた飛行機っちゃ乗り慣れた飛行機そんなにうんと大きい飛行機っていうわけじゃないけれどもうーんまあそのぐらいだったら全然何の問題もないんでねうん。だからあれなんですけどどうもね最近ねなんか飛行機ね。 あんま好きじゃないね。なんかね。昔若い時はむっちゃ好きだったけど、窓際で。 えっとね窓際の方がいいかな廊下側だ通路側っつうのか通路側はちょっと苦手かな一時期は通路側ばっかり座ってたけどねトイレ行きやすいからなんて思ったけどやっぱり窓際がいいかな今なうんねまあまあでもねもう少し飛行機乗るからねまあまあいいんです大丈夫ですよ一人じゃないんで一、うんうん、人じゃないんで何の問題もないんですけど何かあった時ちょっとって考えてもね、うん、あの家事が一緒,一緒なんで何の問題もないんで 何の問題もないっつうのはねあの2人いっぺんにアボンしてもねそれはねもう、まあ、しょうがないっちゅう話でうん <laughs> いや飛行機落ちるとは思ってないけどうん落ちるとは思ってないけど今回はね今回もエアバスっちゃいコードシェアなんだねエアコールしかってのコードシェアでエアコールしかって乗ったことないからどんな感じなのか分かりませんが。 ええ、ただコードシェアでナンバーはエアフ,エエアフランスねエアフランスってなってたんでまあエアコルシカって多分ねエールフランスの子会社じゃないなって思うねやっぱりね普通だってさコードシェア便だったらさえー、っとあでもそっかあでも機体はエアコルシカって書いてある機体エアコルシカでフライトナンバーが AF なわけよだからねうーんと思ってうんだから多分まあ エルフランスの子会社なんでしょうね、あれね。あれきっとね。うん。わかりませんけどよくわかりません。はい。まあでも初めて乗る航空会社っていうことでね。エアコルしか。うん。どんな感じになるのかなと思って。まあほとんどエルフランスと変わらないと思います。コードシアだし。うん。なので、ねあの、結構知られてない航空会社ってさ。 あったりするじゃないで,すかであのー、まあエアコルシカなんかっつうのはほらあれとソラシドエアみたいなもんですよ <laughs> 日本でいうとこのね言ったらねまあ知ってる人は知ってるけどまあ知らない人もいるみたいなねそんなまあソラシドエアはちょっとエアリシエルだからあれだけども。 結構ななんていうのかな大きい飛行機飛ばしてんのに知らない航空会社とか結構あったりしてうんでそれレユニオンっていうところがねあまあ話なくなっちゃうんだけどレユニオンっていうレユニオン島っていうのがあるんですよねインド洋にねフランスの,あの海外圏の,あのレユニオン島っていうのあのモーリシャスのすぐ隣にあるんですけどでそこに行くときに何の飛行機で行くんだろうと思ったらさ聞いたことないよこんな飛行機会社と思ったらレユのまあレユって言うんですけどレユの飛行機会社でレユニオン の飛行機会社で、はあと思って、こんな飛行機あるんだとエールフランスだとばっかり思ってたから、いやーこんな飛行機会社あるんだと思って、航空会社あるんだと思ってさびっくりしてさ、まあ乗り心地悪くなかったです。なんて言ったっていうの、機内にアネルカいっ,ってったその話したことあると思うんですけど、アネルカと、なぜかアネルカエコノミーにって言った、<laughs> なんで <laughs> ボディーガートと一緒にアネルカ、あアネルカって、あの、うん、以前のフランス代表の、あの、 サッカー選手なんですけどここまあレユニオン出身ということなんですけどまあ黒人系ですね言ったらねうん 有名な人ですよ、うん。有名な人。有名な人なんだけどな,になぜか、えー、ちょっとね粗相するんで粗相っていうのはあの、えー、なんだう試合でとかじゃなくてね、うん、なんかちょっと,ょっと鼻につくって言いますかそういうタイプだったのかえー、っとね確かねワールドカップには出れてないんですよにあのフランス代表に慣れてないのその時になぜか知んないけどあれなんで、ね、監督との相性が合わなかったかもしれんけどね。ででもももね、まあ、あれあのフランスでも最も当時 最も有名な選手っていうんですか、うん、そんな感じだったんですけどまあでも今でも有名なんですけどまあまあでもねアネルカはね、うんあのー、エコノミーにボディーガードと乗ってまして「アネルカだ!」ってみんな写真撮ったりとかみんなパチパチパチってやって,てみんなあれですよアネルカさん立ち上がってすみんなにペコペコペコとお辞儀してますよあ <laughs> <laughs> でもでもっつってね <laughs> いい感じの人でした <laughs> はい私もついつい拍手してしまいました <laughs> はいはいいんですけど、うん あと1週間くらいですね今日19日あ違う18日だ今日18日ねあと約1週間、えー、飛行機乗ってこれしかに行ってきます、はい、どうしようかなホテル私の係です、はい、車はあの家人の係ですけど部屋探しと、えー、飛行機探しは私の仕事大変なのばっかり私ですわあどういうことでしょうね、うん、これなのにね ここ行きたいあそこ行きたいすごい言い訳。でホテルはここがいいここにとってくれって言って自分そこ行きたいんで自分でホテル押さえるって思うんだけどね、うん、ああまたぐち行っちゃってはいはいまたぐち行っちゃったいつも私なんですよホテル探しまあいいんですけどうんいいです、はい、自分で選びます、はい、自分で選んで、はい、で家事、えー、には文句言わせないとはいということで。 何の話したんだっけ今日まあ、いっかはいじゃあそういうことでまた次回、はい、ではバイバイ。